いやーもうちょっと疲れたんでね、風呂入って寝ます。ありがとうございました。ゆっくり休みます。終わるの酒井さんだ。終わるよ今日は。あれいる。あ、ちょっと顔出すか。ガチ誰こいつ。知らないおじさんが映ってんだけど、タブキーに。あ、いた。こんばんは。誰ですか。こっちのセリフだよ。どちら様でしょうか。いや、こっちのセリフですよ。すいません、ちょ、運営さん、変な人入ってきてます。あつからのワールドに。ちょ、つまみ出してください。これ誰ですか、これ。ここはどこですか。ここはあつからワールドです。あなたは誰ですか。あつからのメンバーしか入っていけないんですけど。はじめまして、ひろしです。ひろしですか。 あなたが噂の大久保ひろしさん。ひろしです。あ、けど着ぐるみ、これちょっと。どうも、はじめまして。わかんないです、ちょっと。いつもパンダの着ぐるみ着てらっしゃる方ですよね。パンダって誰ですか。あ、そこは違うんですか。パンダではないんですか。頭が痛い。戻れなくなったんだ。いや、戻るも何も。1週間ぐらい。君はもしかして、酒井サンダだったものかい。え、あ、片鱗が今。ボタン、使えないんだ。いや、使ってたやん、今。全部、元の声だから。元の声言うな。サンダー爆笑中。やめろ、もう、サンダー爆笑中。3歳の女の子って言ってたから、まあ、ちょっと、まあ、僕信じてたんですけど、本当にヒロシだったのはちょっとショックですかね。なんで、どんな中身でもよかったんじゃないの。どんな中身でもよかったと思ってたんですけど、実際おっさん来るときついっすね、結構。サンダー爆笑中。おもろすぎる。ちょっと来るものがありますね、心に。うん、そっか、残念だったね。本当、夢、悪い夢を見てるようだわ。ちょいちょい出てくる酒井さんだが、すぐ恋しい。今日はこれで行くから。好きにしてください。もうそれで、なんなら今日はこれで行くからっていうか、今日初めて元の姿になれたんでしょ。そうなのかな。真の姿だろ。確かに。ちょっとおじさん、ちょっと近づいて来ないで。なんで裸エプロのおじさんがこっち近づいてくるの。怖いんだけど、すごい。サンダー爆笑中。すごい怖いんだけど。わらわら。かっかりじゃん、ヒロシ。そうだよ。ちょっと前向いといて。お前、もう刈り上げてんじゃん。ただでさえ角刈りなのに。うなじ刈り上げてんじゃねえか、うなじ。凝ってんな、ちゃんと。テンプレの田舎のおじちゃんじゃん、もう。待って。わらわら。後背筋やば。きつい。男の子だから脱げるよ、これ。脱がなくていいっす、マジで。ムキムキなんだ。いいのか。ちょっと、そんな言うんならちょっと脱いでみてください、服。ちょっとそう言われたらすごく嫌です。お前、自分から喧嘩吹っかけといて、おじのくせに自衛してんじゃねえよ、てめえ。ちょっと、なりきれなかった。おじになりきれなかったか。なりきれなかった。ちょっと無理だった。配信してる？してる。あ、してるのがよかったね。してるんだってよかったね。なんでなんで。この、今日のために用意したこの広しバージョンが、世間にさらされないって思うと涙が止まらないなと思って。チケンだよ。俺はサンダーだから。チケン、サンダーだから俺は近距離許してたんだ。俺はあの可愛いパンダだから、どんだけ近づかれても、どんだけ近づかれても大丈夫なんだ。オラフ君も可愛い雪だるまだから近づかれても全然俺はいいんだ。なんだこのムキムキの裸エプロンのおじさん。サンダー爆笑中。近づかないでください、そんな近くに。怒られた。なんだこれ。ごめん、ちょっともみ怒られた。ごめん、ちょっとしょぼんして刈り上げ見せてこないで。うなじのしょぼんして後ろ行くときに後頭部の刈り上げ見せてこんのやめて。しょぼんして後ろ行って、後ろ走っていって俺の刈り上げ見せんな、こっちに。刈り上げ残していくなよ、出落ちじゃねえかもうこれ。サンダー爆笑中。おもろ。おもろすぎる。ちょっと一個もう一回お願いがあるんだけど。なんか何、ジョリがもうこっち来ないでって今ここから言うから、お嬢ここに立って振り向いて、こうやって下向きながらこの階段降りてって。わかった。うん、しっかりやろう。もうヒロシ
もうあんま好きじゃない俺。どっか行って。あー、しょぼいちゃう。あ、刈り上げ、刈り上げ見える。サンダー爆笑中。ちょっともう一回後ろ向いて。おい、これ iPad にするなんか C タイプのケーブルみたいになってんじゃねえか、その後頭部。サンダー爆笑中。C タイプのケーブルじゃねえかこれ。おい、あかん、これは。おもろすぎる。最初に会ったのがコメちゃんでよかったわ。まあ、ちょっと今のところ突っ込めそうなところは突っ込んだから。この尻尾黒っ、何これ、こんなんだったっけ尻尾。そうだよ。いやー、いつものサンダーなら尻尾に見えるけど、なんかマジうんち漏らしてるようにしか見えないんだよ、この上半身裸だから。やめろやめろ、事実だ、これに関してはガチの事実だ。いつも着ぐるみ着てる、着ぐるみパンダの全貌だからあれなんだけど、残そうか迷ってたのに。おい、全部のパンダ全部だからあれだけど、わらわら止めてよ。まあ、それではじゃあ私指名させてもらいます。えっちゃうの。はい、やめろ、寂しい、だる。いや、おっさんのカマチョだる。そんなこと言うなよ。じゃあタイミング。わらわら、うん、はい、じゃあちょっと俺風呂入るから寝るね。はい、おやすみ、寂しい。ひろしさんは今日は坂井サンダーさんのチャンネルで配信してんのかな。そうです。みたいなのね、ぜひぜひ。戻れません、1週間、はい、じゃああんま1週間ぐらいあんまし話あのいちこ、お願いしてもいいですか。何ですか。ひろしになったことにより坂井サンダーのX のフォロワーさんが減りました。はい、ぜひフォローしてない方は、はい、X のフォローお願いします。いやいやいや、いや別に叱るべき結果だろ。ペコリペコリ、叱るべき結果だろ。頼むよ。坂井さんと見たい人が坂井さんとフォローしてたのに、誰だヒロシってなって外したんだろみんな。うんうん、はい、しょぼんです。やめろ、刈り上げ見せんな、こっちに。いや、わかりました。まあちょっとね、ヒロシさん、なんかちょっと変えられなくなってしまったみたいなんで、ちょっとじゃあヒロシのこと、皆さんちょっとフォローしてあげてください。ヒロシは嫌いになっても、坂井、サンダーは嫌いにならないでください。ヒロシかわいそうだぞ。ああ、ヒロシが。あ、刈り上げスポーンした。